はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。今はじゃあね、もうアルファ米ってね、大体の方が知ってるのかな。あの防災グッズとか防災用品とかね、お米とかで、買おうと思っている方々がいらっしゃって、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。で、結構そういう風に調べたりとか、人からね、聞いたりとか、あと、ホームセンターとかで見に行ったりとかすると、結構出てたりとかね。ああ、鼻が詰まった。すいません。話がそいちゃった。結構出てたりとかしてて、その防災用品、本当に今、その場所が少なくなってるよね。近所のそのホームセンターに行ったりとかするんだけど、やっぱり端っこの方に追いやられてる気がする。前ね、結構でっかくね、あったんですよ。その防災用品とか、まあヘルメットもそうだし、その電池とかそういうのもそうだし、アルファ米もそうだし、たくさんあった記憶があるんだけど、それはもう何ヶ月後かにいた時になくなってたもんね。本当に端っこの方に追いやられてたもん。でちょっと聞いてみようかなと思って言ったんだけど、あ、こんだけしかないんですかって言っちゃおうかなと思ったんだけど、まあそれはそれで困った顔されるのがオチなんで、まあまあ言わんとこうと思ったんだけど、まあ本当にアルファ米を食べたことって一回ねあったんですよ。ちょっと買ってみたいんだけどどう思うって旦那に聞いてみて、いや別に勝手にしてって言われたんで、ぐらっつって、ちょっとホームセンター、うちの近くのホームセンターじゃないんですけど、川崎の方にあるホームセンターに行って、でまあちょっと探してみて行ってみたら、まああったんで、まあお高いんですよね。まあ物によるんですけど、そのわかめご飯とかでも350円とか70円とか、本当に400円近いのもありますからね、炊き込みご飯とかで。結構美味しかったですよ。一回お湯でやってみたんですけど、美味しかった。だけどなんだろう、よーくこうかけつ、最初にね、お湯とか水を入れる前に、よーくこうかき混ぜないと、味がね、ムラになっちゃうんですよね。ほんと、あと具とかね、もうか、こう、偏っちゃうんで、よーくかき混ぜるか、振るか、よーくこう、シャカ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 やって、来るかなんですよね。まあ大体の人は分かると思うんだけど、あとね、よくおせんべいとかである、その湿気を吸うやつが中に入ってるんで、それもね、本当に下の方に置い、あったりとかするんで、ちょっとね、探すのがめんどくさい部分がある。けどもまあ、ありっちゃありかな。で、アルファ米のでおにぎりのやつがあったりだとか、あと何があるんだ。まあ、おかゆですよね。卵がゆとか、普通の何にも味がついてないし、サラのおかゆとか、あと梅干しがあったり、
とかっていうのもあったりとかするんだけど、まあいろいろとあるよね。あと栄養感っていうのがあって、あのイムラヤだっけな、その厚木バーで有名なイムラヤが作った羊羹があって、5年間こう大丈夫なやつなんですけど、あれもね比較的美味しい。うん、ただそのアルミかな、アルミが、アルミに入ってるやつなんで、ちょっと時間経つとそのアルミっていうか金属っぽいなんか味がするかもしんないけどね。うん、まあそれはそれで美味しくいただきました。私なんか前なんだっけな、もう時期が来たとかっていうのもあるんで食べちゃったりするんですけど、あとビスコ、ビスコもね、そのカンカンに入ってるやつがあるんですよ。これも5年間保存が効くっていうやつなんですけど、それもね食べてみたんですよ。うん、うまかった。普通のあのコンビニとかスーパーで売っているやつとあんまり変わりはない。うん、やっぱそういうのってさ、多少味が変わると思うんですよ。その防災食として、ね、多少の味の配合とか変わると思うんで、多少の味の変わりがあるのかなと思ったんだけど、まあ普段ね、食べてたりするんで、味は何となくわかるんですよ、ビスコの。結構美味しかった。うん、だから結構お子さんでもね食べられるなと思って、本当にね普段のものを食べた方がいいっすよっていうのね、結構防災士とか防災アドバイザーみたいなさ人が言うけど、普段食べてるお菓子とかと変わりないってなんか嬉しいよね。嬉しいってね、その時に言ったら怒られるけど安心するし、うん、なんか特別の防災用の特別のっていうのでさ、味がちょっと変わっちゃうととか思っちゃうし、うん、どう思います皆さんあとおかゆもね、どうなんだろう、食べてないんだけど美味しいのかな。ちょっと動画とかでは多分あると思うんで、検索していただいた方がいいかもしれないね。私がこう食べて感想を言うよりね、そっちの方はね、美味しそうに食べてる感じがしていいんじゃないですか。うん、あとね、本当にお菓子もいろいろあるかな。本当にクッキーとかクラッカーでもあったね、確かね。うん、まあでもね、クラッカーはどうかなって思っちゃうんだよね。食べたんですけど、やっぱりね口の中の水分が取られるんで、そのクラッカーで食べる、クラッカーで食べるっていうかさ、なんだろう、そのまま食べるっていうのかな、そういうのだと口の中の水分取られちゃうし、余計にこう水を飲みたくなっちゃうんで、まあそのまあ多分それプラス何かで食べてくださいねとかっていう感じなんだろうけどね。うん、ちょっと水分があるようなもので食べてくださいとかさ、まあまあどうなんだろう。あと、あ、そうだ、パンもあるよね、缶詰に入ったパン。うちの実家の方のホーム、駅のホームのところにありますよ、パンの缶詰。うん、どう、そう、震災とかで
あんまり気がつかなかったんだけど、ああ、こういうのあるんだと思って。一回食べてみたいなと思います。なんかだんだん、なんか今、普通の食パンとか、菓子パンとあんまり変わんないっていう話ですから、ちょっと気になりますね。皆さんどうでしょうか？ご意見いただきたいと思います。これは美味しかったよっていうのもあったらね、教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。